現在今山梨県の甲府市です。家建てがある。でズーム会議で寝坊しててね。こんな一人でこっそりインスタライブしたくなるんですよ。一週間ぶりの嫁と再会。はい、おはようございます。今回は東海のね。日本一周企画を続きやっていきたいなと思います。続きというか、初ですがやっていきたいなと思います。で今回はね僕一人で来ててほんまはちょっとバイクで来る予定やったんですけどあいにくの雨っていうことでね車で来ました。なので、本来バイクやった予定なんで嫁を家に、ほったらかしにしてきたんですが、1日だけでも行きたいなって言われたんですけどねいやこれは俺が行ってくる言うてね今から行ってきたいなと思います。現在今山梨県の甲府市です。ちょっと前乗りで前日に入ってますが行ってきます。はい、それではただいま時刻が6時43分なんですけどもね、晩ご飯、まだちょっと視聴者さんとは明日なんですよ。で前乗りしてるだけなんで今からはね、なんか山梨といえばほうとうっていうのが有名やと思うんですけどうどんみたいなやつかな。ちょっと僕食べたような記憶、食べてないような記憶ちょっとわからないんでね、学校の給食では食べたことあるけどちゃんとしたやつ食べたことないんでね、食べに行きたいなと思いますので、行きましょう。あとここから月給って出てクリエイターっていうか自分で考えたことをなんか物体に表すような仕事は向いてる。だから芸能人とか絵描きとかあとなんか物を作ったりなんか開発したりとかそういう人になるんだ。はい、おはようございます。2日目の朝山梨県でございます。甲府市ですね。僕ねちょっとね今日朝会議あったんですよ。でズーム会議やっててっきり忘れてて寝坊しててねちょっと遅れたんですけどもね、それがさっきの映像なんですけども、今からはねちょうど12時なので昼ご飯食べたいなと思います。昼ご飯はねもちろんちょっと今ダイエット中なんですけどここは気にせずチートデーということでラーメンに行こうかなと思います。はい、それではあれからも完全に夜になってます。現在時刻が19時ということで、山梨の甲府市でお会いするのが2人いてはったはずなんですけど1人目の方がちょっとコロナかわからんけど熱で出るからちょっとなしになったっていうことで6時からの人が1回亡くなりました。で次は7時からの人に会うんですが僕もね7時まで飯食ってないからちょっと腹減ってるんですけど、まあ、昼ラーメン食ったからあんま食いすぎんようにね楽しみたいなと思います。本日のお店が見えてきましたね。そば春菜奥京。またいてはらないんかな、それとも中にいてるんかな。先に飲んじまう。これ酒飲っちゃいました。酒飲んでます。いや、いいですよ。お仕事上がりですか。そうそうそう。ではちょっと改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は聞いてるんですけどお名前からまず。あ、名前ですか。平山です、うん、ちなみに年齢は37です。まあ、もう80年代あんまみんな変わらんすよ。僕も変わらないと思って、ね、完全に気持ち嫌、はい、いや、もう変わらんと思って、はい、YouTube で何普段見てもらってるんですかっていう。そうですね、まあ、ノーアースから始まりましたけど、うん、今はもう嫁沢さんとの Vlog とか Vlog も全部含めて欠かさずありがとうございます。実際にお会いして自分で聞くのもどうなんですけどどんな感じでした。今ファーストインプレッションです、まあ、本物だったのとめっちゃ失礼ですけど、うん、動画よりも細く見えます、うん、あ、ほんまですか。はあ、あ、はい、写真撮ってもらいたいです。はい、はい、チーズ。じゃ横でもいいですか。はいはい、それではね、ただいま11時ということで結局飲みすぎました。お土産もいただいてねありがとうございました。これ嫁ぞおったらブチ切れられるけど嫁ぞおらんからねまあ自由にできるんですけど、まあこっから寝て明日迎えたいなと思います。明日ねサウナ行きたいんですけどサウナ行けるかなわかんないけど寝たいなと思いますのでおやすみなさい。は
はい、おはようございます。朝です。朝なんですけども、もう朝の8時とかに起きて、移動してきたんですよ。でもうすでにね、今静岡に来ております。で、静岡に来てチェックインが3時やから、まだまだで、今11時16分やからまだまだチェックインできないんですけど、じゃその間何するんかっていうと、静岡といえば、そう、有名な場所がありますよね。で、聖地と言われる場所があるんですけど、何が聖地でしょうというと、サッカーではございません。そう、サウナなんですね。サウナ一人でこっそり入りに行こうかなと思って、敷地の前に来ております。だから今からは2時間か3時間ぐらいサウナ入って、で、その後ヘッドスパも行くんでね、ヘッドスパ、ドライヘッドスパっていうなんかあるんですよ。ガーッと頭揉むやつ。僕、定期的にあれ通わんとね、頭おかしになってくるんですよ。だからそれ通うんですけど、まあそんな感じで、行ったことないとこですけど、敷地行って、ヘッドスパ行って、チェックインして、視聴者さんとまた会いたいなと思いますのでね、敷地行きます。はい、それではヘッドスパも行ってきて、ホテルチェックインですね。あ、すいません、到着。すいません、よろしくお願いします。喋れるかな、喋れないかもしれない。今のままでいいです。こうちゃん、はい、こうちゃんよろしくお願いします。お願いします。いや、僕の動画とか見てもらったんですか。なんか普段こういうのよく見てるなみたいなのがあったりする。ほとんどノースしか着ない。あ、そうなんだ。はい、実際画面で見てるのと実際僕会ったりしてどんな感じですか、印象とか。今まだあって10分ね、20分くらいけど、私は思ってたよりなんか落ち着いてる。あ、そうなんだ。確かに動画だけ喋るのかな。落ち着いてるっていうのがちょっと言うのか分かんないですけど、合ってるのか分かんないけど、なんかちょっと意外でした。あ、よかったよかった。こんなね、一方的に喋り出したらもう頭いってますから。そうなんだ。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こうやってね、視聴者さんと会ってきたんですけども、今からね、今9時14分なんですけど、酒飲んだらね、インスタライブしたくなるんですよ。で、こういう時はね、インスタライブするんですけど、こんな感じでインスタのライブをいきなり始めるわけなんですよ。で、見てくれたらいいけど、見てくれへんかもしれんけど、あ、見てくれる人だけね、おればいいかなっていうことで、インスタのライブね、このまま始めますよ。いきますよ。あ、ライブ配信始まりました。さあ、人が入っていてくれるかな。誰も来ないぞ。はい、おはようございます。現在今名古屋市まで移動してきました。時刻11時20分ということでね、ちょっと洗濯物がもう溜まってたんで、もう着替える服なかったんですよ。だからもうなんか臭い服しかもなかったから、洗濯物ぶち込んでね、今ちょっと待ってるんですけど、この後ね、やっぱ名古屋って言ったら味噌煮込みうどん食べて、そのちょっと買い物もしたいんですよ。近々帰ってから服のレビュー動画上げる用の買い物がいるんですよね。だからそれも兼ねてちょっと買い物して、でそれが終わり次第、まあ、ちょっとサウナ行こうかなと思ってね、ウェルビー栄店って有名な、名古屋で有名なとこあるんですけど、そこのサウナも行こうかなと思ってサウナ行ってチェックインします。でまた夜視聴者さんと会いますからね。そんなことで2日連続サウナですけど、お許しください。では行きます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ではですね、いろいろと今からちょっと買い物行って、そこからサウナ行きたいなと思いますので、ちょっと栄付近で買い物してきます。はい、それでは夕方になりました。6時20分、今から視聴者さんに会いに行きたいなと思います。今日ちなみにひつまぶし、うなぎです。うなぎ、いやー、開けると、うん、びっしり入ってますので、はい、4等分にしたら4回に分けて食べていくんですけど、うん、1回目が普通に食べます、よそって。なるほど。2番目、この薬味、3回目がおだし。はい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 。最後じゃないんですね。違います。一番気に入ったと思うやつを読んで食べるみたいな。まずなんかお名前から。せいやです。せいやさん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。年齢は26です。26歳。はい。まあ、普段こう見てくれてるやつとかやったら、僕は、うん、それこそ芸能人だったら中田敦彦の YouTube 大学生なので、ファッション系の白鸚さんと、MB チャンネル、MB さん。うん、
あの人がユニクロ系をすごい説明してくれるんで、基本的にはやっぱ僕ノースとユニクロ、あーアウトドアブランドとユニクロの掛け合わせて、うん、実際今日なんかお会いさせてもらって画面の時の印象と今の印象って何かありますか？動画よりもかっこいいですよね。あ、まずは、うん、それはもうあ、よかったです。はい、おはようございます。何日目かわからへんけど、現在今岐阜に来ておりまして、時刻が13時6分ということでね、まあどうせ岐阜に来たんやったら飛騨牛食いたいなと思ってね、飛騨牛のお店に来ました。まあ多分なんか飛騨牛って言ったらここしか出てこへんかったんで、行きたいなと思います。並んでるんだな。はい、こちらがサーロイン握りですね。はい、こちらはお醤油つけて、握りはお早めにお召し上がりください。では次はですね、ちょっと移動してきました。ホテルチェックインまでまだ1時間ぐらいちょっと時間あるので、なんかどうしようかなと思ったんですけどね、ちょっともしかしたら頭バカになってるんかもしれないです。またサウナ来ました。多分時間の過ごし方のね、候補が少なすぎるんでしょうね。1時間ぐらい空いたら普通、例えば漫画喫茶行くとかカラオケ行くとかいっぱいあるでしょ。僕何にもできへんからサウナしか行けないんですけど、なんかみのりかなんかっていうね、サウナ、岐阜県とか行きたいなと思います。今から塩笹に会いに行こうと思ったら大雨で雷ゴロゴロ状態。さあたどり着けるのでしょうか。お名前から偽林さんで、あのアークテリクスの偽物送ってくれたからね。そうです。偽林さんね。偽林さんは年齢はおいくつですか？35です。35です。趣味は何かありますか？まあ、若い時とか海外バックパッカー、うん、なんかロードトリップが好きで、キャンピングカーを借りてオーストラリアを縦断、車だけで縦断するとか、車中泊で一周したりとか。僕の動画知ってくれたのかってどんなやつですか？あ、それもあの旅がきっかけなんですけど、まあ、フィンランド嫁さんと旅行に行くってなった時に、機能性のあるアウターを探してて、ノースフェイスに出会って、まあ、YouTube でそのノースフェイスのダウンジャケットを検索したら紹介してるやつやん、やついるやんいうところからですね。はい。実際その動画見てる感じと実際会ってみてどんな感じですか？いやー、全然じゃないけど、まあ、ポップアップもね、名古屋で来てくれたから。あ、そうですね。いや、ガチで言うと、うん、セカンドもある程度見てたんで、かメインチャンネルもセカンドチャンネルを見てくれたから、はい、セカンドも見てたんで、なんとなくこんな人だろうなっていうのを作ってきたんですよ、自分の中で。うんうん、作ってきて、まあ、失礼ですけど、それ、うん、以上だったっていうとめちゃくちゃ失礼なんですけど、うんうん、なんかあそこまで考えてやってらっしゃるんだ、それは成功するわと思います。それは今後に不安はないとか言ってるのって本当なのかなとかってやっぱ思ってたんですけど、いや、そこまで考えてるのはやっぱさすがだなって。いやいや、全然なんか失礼ですけど、ちょっとあのここ来るまではちょっと全然下に見ちゃってました。いや全然、まあ、下に見てる今の印象とは違いました。はい。はい、それでは皆さんおはようございます。現時刻がですね、ちょっと朝撮れてないんで、もう夕方の5時半です。で、最後の三重の方と今から会うんですけど、もう今日はね、ホテルチェックインしないんですよ。ホテル撮ってなくて、三重やからもう食べ終わった後酒飲まんと、もうそのまま帰れるんでね。それで帰ろうかなと思ってます。嫁もね、1週間ぐらい僕家開けてるから、いつ帰ってくるのって言ったら、今日帰るよって言って、今日は最後の、東海地方三重県ということで、パクッと食べてね帰りたいなと思うんですが、今日会う人が夫婦で来てくるんかな、ちょっとわからないけど、息子さん3人おって、そのうち1人が今日誕生日らしいんですよ。誕生日、自分の子供の誕生日をちょっと遅らせてまでこっち来てくれてるから、まあそんだけね、会いたいと思っていただいてるのはほんまにね、嬉しい限りなんですけど、まああのそんな感じで楽しみたいなと思います。行きましょう。一層恨むと思いますよ、子供やったら。こんな感じで映ってます今。あ、すごい。あ、そうなんですね。はい。で、一応今回の東海からみんなにインタビューしてるんですよ。で、それも入れたくて、まずはじゃあお名前、ニックネームでも。KJ です。あ、KJ です。はい。
ミセス KJ。 最初お会いしたりとか、まあ、今もそうやけど、なんか動画で見てる時となんか印象とかなんかありますか？あ、ちゃうなとか、それ違うなとか。もう前1回目の時からそうです。そのまんまです。あ、まあ、急に会いましたもんね。もう急、そうです。あの時はもう構えてなかった。もうね、スター真っ白で話すのが覚えてない。あ、ほんとだ。動画見て、急すぎますもん。あんなやったの覚えてないのに家の中映してね。勝手に申し訳ないです。うん、あの画面を角度さん変えられてから、うん、録音っていうか、違っていうか、なんか保存を消えないように保存設定をして、たまに確か30件ぐらいしかも入らないんですよ。で、そうなんだ。上書きほとんど。なんでもう消えないように。嬉しいですね。なんで見ていただいてるのかなと思って、そこまで話できんかったから。あ、そうです。いや、たぶん、他の方も多分ですね、ノースフェイスが多分好きでとか、入ったと思う。僕もまあ、フックが好きでっていうとこから入っていって、冬のダウンとか見れた中で出てきて、でもどっちかって言ったら僕はセカンドチャンネルの方が、見てますね、ヘビーリスナーさんですね。見てます。メイムに行ってます。以上、美男美女の夫婦でした。はい、ということでね、行ってきました。我が家にね、帰ってきました。1週間ぶりですかね。本当にまた、いつもそうなんですけど、毎回ね、素敵な塩田さんとお会いさせてもらってありがとうございます。インスタグラムの方でね、連絡もらった方とお会いしてるんですけど、なんで選んでもらったんですかってみんな聞いてくれるんだけど、僕、選ばしてもらってる方法1個だけあるんですよ。でそれをいつも皆さんにね、会った時にお話してるんですけど、まあ、もし気になる方がいらっしゃったらね、会った時聞いてみてください。なんで選んだんですかって。でその時にはまたお伝えさせてもらいますのでね。次回は東北かな、近畿かな、ちょっと分からんけど行きたいなと思いますので楽しみにしてください。1週間ぶりの嫁と再会です。どうぞ。ただいま。おかえり。アレクサ、早く来てて。めちゃくちゃ楽しかった。別々珍しいね。